はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は魔法使いの夜コラボで新しく実装された三崎高校学生服について性能解説としていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速やっていくんですが、まず第一スキル、アッセンブル。味方全体のアーツ性能を一旦アップし、バスター性能を一旦アップ。第二スキル、ゴーフォーイット。味方単体のスター集中度を一旦アップし、スターを獲得。そして第3スキル、ネバーギブアップ。味方単体にガッツ状態1回の一旦付与し、NP を 10% 増やす。というスキル構成になっております。で、今回の三崎高校に関してなんですが、使える場面がありそうだなぁと思いつつ、まあめっちゃ強い霊装ではないかなという感じです。まあここ最近実装された概念霊装と比べるとちょっとまあまともというより、見劣りするかなっていう感じです。では性能解説していくんですが、まず第一スキルのアッセンブル、これに関しては最大味方全体のアーツ性能とバスター性能が 20% アップしてくれます。なのでアーツホーグのバスタークリティカルとか、バスターホーグのアーツクリティカルとか、そういう運用するキャラクターに結構使えるかなと思います。ただやっぱ2つのバフなんですよ。1個のバフの方が倍率だけで見ると結構高いという感じになるんで、このバフ自体は悪くはないんですが、正直器用貧乏になってしまうかなと個人的に思います。まあ強いて言うんだったら、どっちかになんか偏ってほしかったなっていう気持ちはあるかな。まああとはあれかな、総十郎とか青子がバスターアーツ主軸で戦っていくんで、そこと合わせたのかなと個人的に思っております。え、そういった意味ではもしかしたらアリス Q のキャスターで来る可能性ある？わあ怖っ、っていうのは置いといて、まあそんな感じです。まあアーツとバスターうまいこと運用するキャラクターと合わせてあげると強いかなという感じ。ただ器用貧乏になりがちなんで注意してください。そして次、第2スキル、ゴーフォーイット。これはね、結構強いと思います。味方単体のスター集中度をアップしてスターを獲得してくれるんですが、まあ、スター集中に関してはその名の通り、まあ、発動したら大体星吸ってくれます。なので普通に使えるからのスター獲得に関しては15個ということで、まあ、このキャラクターにクリティカル運用させたいって思ったら第2スキル切るだけでほぼ確定でクリティカル運用できます。ただスターが15個ということで、まあ確定でクリティカルできるというわけではございません。まあ例えばホーグコマンドコマンドってなった際に15個だけだった場合、1つのコマンドが5個になって1つが10個クリティカル確定みたいな感じで、クリティカル確定とクリティカル確定じゃない運要素っていうのが入ってしまうんで、ここだけが注意必要になるかなと思います。まあただここ最近スター獲得のキャラクターとかいっぱい増えていってるんで、このこと考えると、まあ第2スキルちょっと星供給していたら簡単にクリティカル運用っていうのはできるかなと思います。これ普通に強いです。そして第3スキル、ネバーギブアップ。味方単体にガッツ状態1回の一旦付与、まあこれに関しては2000ガッツとなっております。正直使うかって言われると微妙かなっていう感じ。理由としてめっちゃ単純で、1ターンの1回ガッツなんですよ。まあ発動したとして、あれガッツ発動せんかったな、事故ったなみたいな感じになるんで、ちょっと運要素があるというガッツです。3ターンだったらシンプルに強いんだけどね。まあマスタースキルは基本一旦ガッツとなってるんで、まあ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 みたいな感じで、 NP を増やすに関しては 10% 固定となっております。スキルレベル上げなくても 10% 固定となっているんで、まあ 90% もしくはアペンド開けて、カレイロスコープですね、ミトツカレスコを運用するとアペンド、ネバーギブアップ、ミトツカレスコで即宝具打てるみたいな運用もできたりするので、まあ使えなくはないんですが、やっぱ NP10% チャージって自立もとなっているんで、めっちゃ強いかって言われるとそこまでかなという感じです。というので新しく実装された三崎高校の制服見てきたんですが、こんな感じとなっております。正直ね、めっちゃ強いかって言われるとそんなに強くないです。まあここ最近実装されたクリスマスの方がどちらかっていうと強いかなーっていう感じかな。まあやっぱ言えることとして、アーツとバスター性能アップ
っていう、まあ2段階バフになっているんで、バスター主軸で戦うキャラクターだった場合、いやバスター性のアップだけでいいや、アーツだった場合アーツ性のアップだけでいいやみたいな感じで器用貧乏になってしまっているっていうのが、ちょっとあまり評価が高くない、個人的には高くない点になってるかなと思います。ただスター集中上げてスター獲得、これはねクリティカル運用が確定でできるんで結構強いと思います。まあただクリティカルに関してもね、ここ最近スター獲得のキャラクターいっぱい出てきてるし、青崎青子に関してもスター獲得当たり前のように持ってきているんで、そのこと考えるとスター集中度アップ、うまいこと活かせるかって言われるとあんまり活かせないんじゃないかなと思います。ただマスターレースを持っていない人からすると、耐久できるマスターレースって結構珍しいんですよ。なのでそれを運用するっていう意味で必ずこの霊装はゲットしといた方がいいかなと思います。まああとはシンプルにね、マスターがなんか驚いてて可愛いっていうのもあったりする。でこの霊装なんですが、男性にした場合こんな感じになるってやつですね。なんか総重郎チックにしてる気がするんだよな、個人的に。なんか青子に関して、青子じゃねえわ、グダコに関してはなんか青子の感じがあって、なんか驚いてる、なんか感情豊かっていう感じなんですよ。まあ、魔法使いの夜やった方だったらわかると思うんですけど、なんかこんな感じなんですよ、雰囲気が。ちょっと驚いてる感じがあるんだけど、男性の方グダオに関しては総重郎みたいな感じで無表情、まああの子表情豊かなんだけどポカーンってしてるみたいな感じのキャラクターなんで、まあそことちょっと合わせてるのかなっていう感じがします。ただどちらかっていうとあれなんだよね、グダオに関してはね、他のね制服霊装が似合いすぎてね、この霊装がねあんまり似合ってないように見える。まあグダコに関しては安定して似合ってるんですごいなって思ったりはしているんですが、うん、まあそこに関しては置いといて、まあいろいろとね、新しくマスターレースを追加されていっているので、まあここのレースに関しても必ず入手しといた方がいいかなと思います。まあどうせね今のタイミングで入手しておかないとレアプリズム行きとか復刻今後しませんよっていう可能性十分にあったりするので、もし入手できる方に関しては今回のマスターレースを三崎高校学生服に関しては入手しといた方がいいかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.